洞窟の入り口ワイトモ洞窟は、ニュージーランド北島ワイカト地方のデクイティの町から1 2トル北西のところにある小入道である。付近には規模の小さな村があるが、多くの村民が洞窟の観光業の臨時就労で生計を立てている。ワイトモという言葉は、マオリ語で水を意味する、ワイト、石灰洞窟や陥落港のともに由来し、 地下水の流れ抜ける洞窟を表している。洞窟は約3400万年前から約2300万年前の前進世の石灰岩で形成されている。光る黒ワー,ームの天井ワイトモ地区の小入石の景観は1900年という早い時期から商業的な洞窟観光の中心地であった。はじめに地元のマウリ族のガイドによる簡単な洞窟観光から始まり、 ワイトも洞窟近辺の大きな区画は後に英国王室によって買収され、1904年以降に魅力的な観光スポットへと生まれ変わった。今日、地域の洞窟を通して観光客を専門に扱う大小いくつかの会社があり、繁盛期には毎時何百人もの観光客が見学コースを訪れ、数人の観光客によって洞窟に入る。 エクストリームスポーツ的な探検ツアーも毎日組まれている。ワイトも洞窟への訪問客数はニュージーランド自動車協会がドライバー2万人への調査を行った2007年発表のキウイぜひすべきこと101のリストの14ワイトも洞窟によると2004年におよそ40万人の訪問客が洞窟に訪れたとのことである。主な洞窟にグローアーム洞窟、 ルアクリ洞窟、アラヌイ洞窟とガードナーズガットがある。これらの洞窟は、小乳石と石順、そして青い光を発する光キノコ場への幼虫の土ボタルの生息で知られている。ありがとうございます。